その T シャツめっちゃ欲しい、それ。あ、変わってるやん。一生返してるやん。一生返してるやん。メイクさんも。かわいい。ありがとうございます。可愛いのこちらですね。可愛い。ただまあ SKB 以降ですね、可愛いと呼ばれたくていろんな努力をしたんですが、なかなかやっぱりマジモンの女子にはかなわないですから、ね。ドラえもん。ドラえもん言われてますけどね。大体一緒です。いやいや。鼻と鼻と口がある。では、セカンドセット、ビクター&カオリン、よろしくお願いします。手厚い拍手、嬉しいですね。手厚い拍手。ちょっと日本語らしくなってますかね。はい、まあ、一部を経験してですね、なんか、最初やっぱりこう感覚がつかめなかったりとか、まあ、緊張したりとかあったんですけど、なんか非常にいい経験をさせていただいて、リブはなんか落ち着いてやれそうな気がします。乗り越えました。はいはい、はい、まあできるかどうか別なんですかね。はい、精神的には。はい、はい、まあ、昨日ですね、カオリンも来てましたが、はい、あやちゃんのねバースデーライブありました。はい、素晴らしかったですね。はい、で、ね、さやかさんの歌は評判が高かったですから、まあ、私も聴きたいなと思ってましたけども、はい、素晴らしかったです。素晴らしかったです。まあ、やっぱり何といっても2部のあやちゃんのソロはすごかったですよね。はい、暗い曲とか言ってます。暗いとは思わなかったですね。綺麗でした、ね。はいはい、思いまして、であやちゃんも飯田君もいましたけども、役者が揃ってまいりましたので、はい、役者が、はいはいはい、アクター&アクトレスって感じですか。はいはい、なんかいい感じですよ。はい、で、まあ、まあ、今ね、前半の1曲目は飯田君を意識してブルーハーツの青空っていう、はい、知らなかった。あ、まあ、ひそかな実はいろんな企みがありましてね。はい、で、前後半の1曲目は、はい、ドイツの人、はい、ドイツの人、はい、ドイツの人ドイツの人、ドイツやね、まあ、ドイツの人のことは、まあまあ、あやちゃんにはかなわないですけど結構よく知ってますんで、ドイツの人のですね、実家のに2回ほど行ったことがあるんですよ。はい、で、まあ、JJB っていうバンドを、ね、やってましたから、まあ、その打ち合わせで、まあまあ、で、そこで、まあ、相当長い時間会話しましたんで、彼の趣味思考というのは大体分かってるんですけど、はい、いろんな彼はラジオ番組をね、まあ、当然オンエアはオンエアっていうかね、載ってないんですけど、なんか多分友達と2人でこうラジオ番組気分で、なんか DJ 気分で、なんかいろいろ音楽をかけながら語ってるようなやつを聴かせてくれたんですよ、彼がね。で、今からやる曲のことをすごく熱く語ってました。で、まあ、彼ね、アメリカに出ましたが英語詳しいですから、その英語の歌詞とか、そのライミング、韻を踏むとか、なんかその辺がこの曲は絶妙であるということを熱く語ってたんで、はい、よっぽど好きなんやろうと思いまして、はい、今回この曲を選曲しました。はいはい、で、タイトルは、Yes It Is The Beatles の曲です。はい、恥ずかしいですけどね、ドイツまで、はい、で、イナ・バウアー氏がですねバウアー氏もあれ撮ってますしね、アイちゃんも撮ってますから、必ずドイツまで届くと思いますので、はい、ビクター&カオリンどこまで行くんでしょうかっていう感じですけど、はい、まあ、もうやると決めましたから一生懸命やりましょう。はい、私が大変なんですよこれ。はい、そうなんですよ。いや本当にね、すごいハーモニーのラインがね、そう、賛成ありますけどどっち取りましょうってね、僕の主旋律も怪しいですけど、はい、どっち取りましょうみたいな感じですけど、第4の道を行ってるかもしれない。第4の道、はい、まあ、ビートルズ4人ですから、はい、そうですね、そうですね、ちょっとコード進行だけビートルズ拝借しましたみたいな感じで、コード進行も怪しいかもしれませんけど、はい、まあ、やってみたいと思います。はい、レノン・マッカートニー&セガワみたいな、ビクターみたいな感じで、やってみたいと思います。はい、では、Yes It Is、まあ、ドイツからの説教を覚悟でやってみたいと思います。はい、はい、Tonight, remember what I said tonight. Forever is a color.
メリカとかドイツもいいですけど、ちょっと和風、はい、味わいながら、はい、まあまあ、まあ、日独立三国同盟っていうのがあって、はい、まあ、イタリアも混ぜてやってみたいなと思いますね。はい、はい、よくわかりませんが、ありがとうございました。まあ、はい、ESETs でした、はい、まあ、あのドイツに届くことでしょう、はいはい、思いは伝わったでしょう、まあ、はい、間違えた、ありがとうございます。いや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 、まあ、動揺しすぎて、元の原因作ってるのは僕ですから、あんまり気にしないでいいと思います。ドイツに届くようにね。はい、そうなんですね、はい、で、まあ、あの今日はあの、ね、再三申し上げてますように、まあ、後半から来られた方もらえますから、もう一回しゃべりますけど、まあ、原点回帰と挑戦ということで、はい、で、まあ、自分の中のフォーカスを当ててるのは、まあ、19歳って言ってますけど、まあ、19歳もそうなんですけど、まあ、19歳からスタートしてですね、だいたいイメージ的には26、27ぐらいまでの年齢、まあ、まあ、簡単に言ったら8に来るまでみたいなところをやりたいなと思ってまして、はい、で、まあ、自分の生い立ちを喋るのも、ね、ドイツまで届くかと思うと恥ずかしいんですが、まあ、あの、まあ、ちっちゃい頃はすごい幼少の頃、幼稚園とか小学歌謡曲少年だったんですよ。で、歌謡曲大好きだったんですけど、で、まあ、中学ぐらいからあんまり興味がなくなってね、あのでね、そうなったんですけど、まあ、さっき話したように高校の時にサザンオールスターズが再結成して、で、まあ、ここで桑田さんの影響を受け出したと。で、大学入って、あの慶応に入ってバンバンとしだしたと。で、まあ、あの、まあ、生意気な話に聞こえるかもしれませんけど、卒業するときにこのまま音楽、まあね、頑張ろうかなとかいうこともよぎったんですが、まあ、結論だけで一般就職をすることにしたと。で、一般にし、まあ、それは会社もそれはそれで楽しかったんですけれど、楽しかったんですよ、本当に。もう社会になったらもう墓場やと思ってたんですけど、意外と楽しかったんですよね。あのいい上司とかね、なんか紹介ね。でもやっぱりこう音楽楽しかったけど、唯一音楽がやりにくい環境になってるのは事実だったんですね。で、そんな時にあのマクドナルドでお昼ご飯食べた時に報知新聞を読んでた時にですね、あちらあの広告欄ありますよね、新聞だから、はい、そのビクター音楽カレッジのことを書いてたんですよね。で、あの行ってみようと思って、で、まあ、あのまあ簡単なオーディションみたいなのあるんですよ。で、あの時歌ったのはあのすごい、あれ緊張しますね、なんかライブとかよりもオーディション、はい、数の2人がですね、あのいててですね、しかも今日やりませんけど、その時選曲したのは、まあ、ブックワッサン好きですからあれなんですけど、当時流行ってたあのミッシルと歌ってた奇跡の星っていう曲を歌ったんですけど、オーディションで一人でサプライズを、あのミッシルともう選曲から間違ったような気がするんですけど、それをやってもう最悪だったんですけど、でも向こうも月謝欲しいから通してくれたようで、はい、まあ、通ったですよ、はい、多分あれ誰も落とさないですよ、あの奇跡の星で通れんやったら。で、あの通りまして、で、まあ、ビクター音楽カレッジっていうところに、まあ、2年間行きましてですね、で、まあ、ビクターって四ツ橋にあったんですけど、まあ、本当にビクターの話なんか全然恥にしたことないんですけど、で、その頃、まあ、四ツ橋で、まあ、その授業が、まあ、9時か10時、まあ、10時じゃない、9時ぐらいですか、うん、で、その頃、よく終わってから8人来てたんですよ。で、あの、まあ、その時、あの、まあ、まあ、まあ、皆さんも分かるかもしれませんが、そないにね、1回、2回来たからって、マスターと仲良くなれることはないんですよ。そうですね、はい、確かに、はい、で、相当時間かかるんですよ。はい、で、僕、多分相当、はい、で、ここにいてる人とかは、あの、まあ、ね、ジャズが上手かったり、あの、あれなんですけど、僕なんかですね、まあ、そのビクター、僕からしたらですね、ビクターの話をしてるのは、単に雑談をしてるわけじゃなくて、はい、俺はこんだけ音楽をやってる人間なんだと。アピってる。アピってるんですよ。そう、簡単に言えば。そう、そう、アピってるわけなんですよ。でも、まあ、マスターも、すごいロッテをクンクン聞いてくる時もあるんですけど、ク、はい、ーンみたいな時もあるんですよ。その落差が激しいんですよね。はい、で、まあ、僕も当時営業をしてましたから、まあ、営業マンとして、まあ、日頃は、まあ、トラックを販売してるんですけど、まあ、自分を売ってたわけ、はい、アピってたわけなんですよね。で、まあ、そんなんが、だからね、皆さんパッと結構短時間でデビューできてるんですけど、僕はもう結構多分3年、4年ぐらいかかって、はい、そういう、で、ちょうどですね、デビクターの話をずっとしてて、で、ビクターを2年行って、3月で、まあ、一応卒業、はい、で、その頃に、まあ、マスターが、あの、やるかみたいな話になって、だから3月に卒業して、ちょうど今ぐらいに、ゴールデンウィーク、5月のなんか、8の土曜日のセッションで、
2000年かな、はい、初めてやったのが最初なんです、はい、でだからその僕がフォーカスあってのはその大学生から今ちょっとビクター時代に移ってるんですけど、はい、で、はい、でビクター時代にですね、あのビクターっていうところはあの、まあ、簡単に言ったらボーカルばっかりの、あ、そうガンガンガン、だからそのなんていうでしょうか、まあ簡単に言ったらみんな歌手になるね。だから今の8の状況とかと違って、例えばギターの子がいてるとか楽器の子は基本いないんで、ボーカルばっかりで、すごく、まあ、仲良くなった子がいてまして、でその子の家でずっと歌ってたのがこの曲です。はいはい、これを歌ってたの、はい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 、私これ聞き直してこれを歌ってたんやろ、はい、だから思い出があるんです。あ、そうなんですか、はいはい、なんでこれなんやろ、はいはい、でですね、まあ、今からやる曲はモーニング娘。のモーニングコーヒーという曲なんですけど、すごく胸がキュンとするんですよね。ミッシルの桜井君も、ね、ミッシルもキュンとする時ありますけど、なんかそれ以上にキュンとするんですよね。キュンとする、はいはい、で、それぐらい、ビクター時代の僕を語るには抜きにできないのが、まあ、奇跡の星とモーニングコーヒー奇跡の星とモーニング、はい、えらい感じさ、はい、うん、では、ちょうどチョクさんも来ましたんで、一発放ちたいと思います、はい、それでねえ恥ずかしいわ、ねえ嬉しいのよ、あなたの言葉モーニングコーヒー飲もうよ、二人で門限通りに、yes.
ないと思いますけどね。はい、もう本当に素晴らしいです。はい、僕は AKB よりモーニング娘。派ですね。はいはい、私ちょっとあれです。モーニング娘。はい、あ、そうですか。朝やんでも朝やんね、見てます。はいはいはい、はい、デビュー前からそうですよね。オーディションの日からちょっと、はいはい、アイスの種とかね、はい、私も申し込むかなと思って。でしょう。思っただけですか。はい、でですね、そのさっきの話ですけど、ビクター時代に人を動かした友達がいて、この辺の曲をやってましてね、でこんな感じでこういっぱいレパートリーが結構できたんですよ。ですごく盛り上がって、であのライブしようぜみたいな話になったんですよね。っていうか、まあ、その前段で彼長屋に住んでたんですけど、彼すごいあの女性の友達が多い子でね、はい、僕男子校やったんで少なかったんですけど、はい、彼は、まあ、共学の高校で出身で、すごく家ライブやとか言って、彼がと僕の歌ったのもすごい女の子の友達いっぱいおるんですよ。もう信じられない世界なんですよ、僕からしたら。でもう舞い上がっちゃいまして、はい、舞い上がっちゃいまして、でまああのすごくあのライブしようぜっていう話までなったんですよ。ところが彼が急にテンション下がりだしてですね、はい、でそもうユニット名も決まったんですよ。という当時はパイレーツも入ってて、ね、でモーニング娘。入ってて、ね、そうでパイレーツ娘っていう名前でそういう、まあ、男の感じでそんな意味だったんですけど、ところがそのパイレーツ娘とかネーミングした頃とかすごいテンションのピークでさせたりとかで、あのところが彼は急に落下しまして、あのいざあのライブはあの彼があのなんていうんですか、あのやっぱりできないとか言って、繊細な男でしてね、はい、でそのトラウマがあったもんですから、今日もこの日までですね、カオリンがいつそんなことを言い出すかと思ってですね、あの不安だったんですよ、はい、トラウマが、はい、急にですね、あんだけ盛り上がってた彼がですね、あのパイレーツ娘の、はい、あれパイレーツ娘まあそれが、どうですか、20世紀の最後ぐらいの話ですかね。なかなか楽しい青春だったね。そうなんですよね、あ、まあ、あれ26歳ぐらいでしたけどね、はい、はい、なんか26歳で相方は21歳でしたね、はいはい、マイレーツいい男だね、もうね、はい、でもそれぐらいあのパイレーツとですね、モーニング娘。は一世を風靡してたわけですよ、はいはい、めっちゃ流行ってます、はい、いやいやいや、モーニングコーヒー、なんかね、なんかセシル抜きそうですね。そうですね、モーニングコーヒー、これからね、まあ、カオリンの力が必要ですけども、はい、毎週いつでもあのサブやりますよ、はい、いやいやいや、ツンクはほっとかないと、ツンクはね、ほっとかない、はい、なんかね、モームスなんかまた2回連続チャート1位になったらしいですよ。あ、そうなんです、はい、モームスって昔のメンバーじゃないですか。まあ、だいぶ変わってますけど、でもユニット名はモームスとして、でなんか11年ぶりの快挙とか言って、もう AKB に押されてたのに、僕はモーニング娘。派ですね、はいでまあまあ今日はそうやってですね、現地で語らせていただいてまして、だからマスターとかも知らないわけです。8人来る前の世界でちょっと中心にやってるんですけど、まあこれはでも、8来てからもやりました。さっきもリハの時も言いましたけど、マスターがリードバーボーカルで僕がハモったりしたこともありました。では、聞いてください。サザンオールスターズで真夏の果実。Bye.
とうございます。